アセノブグラとアセノブグラと、ブルガリア内のアセノブグラとの位置、アセノブグラとは、ブルガリア中部の町、及び、それを中心とした基礎自治体であり、プロブリフ州に属する。アセノブグラード、アセノフグラードといった表記も見られる。紀元前400年から紀元前300年頃、トラキア人によって築かれ、ステニマホスの名で呼ばれた。紀元前72年には、 ローマ帝国による国会への拡張の中で、ローマ軍に征服された。その後、長い平穏な時を経て、251年にコート族に破壊されたが、後に再建された。395年、ローマ帝国が東西に分割された際には、東ローマ帝国の配下に置かれた。西暦700年頃、スラブ人がこの地域に侵入し、人口の大部分を占めるようになった。 それまでの間、町はギリシャ語でステニマホスと呼ばれた。ブルガリア帝国とビサンティン帝国との戦争の時代、町はブルガリアの軍事要塞として活用された。ブルガリアとラテン帝国との関係悪化に伴い、1230年にブルガリア皇帝、イヴァンアセン二世は町の要塞を強化した。アセノググラとの故障はこれにちなんで皇帝の名を取って1934年に、 命名されたものである。ブルガリアがオスマン帝国に征服されるとステニマホスにはムスリムの住民が住み始めた。今日ではアセノブグラと自治体の人口の2割ほどがムスリムである。その他の住民のほとんどはキリスト教の聖教徒である。内部マケドニア革命組織の革命家としてよく知られるタネニコロフは晩年をこの地で過ごし1947年に 死去した。アセノバ要塞はイバンアセンの時代の要塞跡であり、アセノブグラとの町の中心から2キロメートルのところにある。同地にはトラキア人の時代の生活の痕跡も残されている。アセノブグラとはワインの生産地としても知られており、ここで作られたワインはブルガリア中に流通している。また、ウェディングドレスの生産でよく知られ、ブルガリア各地から 結婚式を控えた人々がこの町を訪れる。町にはベチェルニクと呼ばれる風が吹く。アセノブグラト基礎自治体にはその中心であるアセノブグラトをはじめとする以下の町村が存在している。2009年7月30日閲覧。ありがとうございます。